MLB ブルージェイズ6、1エンゼルス、7月29日、日本時間30日、トロント、ファンも大谷も、そして相手投手も思わず頭を抱えてしまう事態だ。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH で先発出場したこの試合。同僚野手で主力のウォード外野手が顔面に死球を受け試合中断、大谷も思わず頭を抱えてしまう衝撃シーンがあった。映像、球場沈黙、ウォード死球の瞬間と大谷の表情場面は5回表、両軍スコアレスの場面。エンゼルスは一死満塁とチャンス。打席に入った4番、ウォードはここまで空振り三振とライトフライ。カウント2-0からの3球目、ブルージェイズ先発右腕、マノアが投じた92マイル、約147キロの高速シンカーが内角高めに入り、ウォードの顔面に直撃した。直後、ウォードはその場に倒れ込み、当てたマノアはすぐさま頭を抱え、心配そうに見つめる。チームドクターが駆けつけるが、ウォードの顔面からは鮮血が流れ、現地ロジャースセンターは騒然とした。チームは押し出しの死球で先制も、喜んでいる場合ではない。申告敬遠で出塁、二塁走者の大谷もマノアと同様に頭を抱え、ことの成り行きを見守るばかり。その後、ウォードは退場、交代となり一塁走者にはベラスケス内野手が入った。SNS 上では、ブルージェイズ戦始まってからろくなことがない、ウォードどうかご無事でありますように、いやウォード大丈夫か、場所によっては長引く場所なだけにほんと心配、わざとじゃないのはわかってるけども、これ以上、勘弁してよー、と心配の声が多数上がった。目下エンゼルスはトラウト、レンドンら主力野手に故障者が続出。大谷も前日はチャンスで代打を送られるなど途中交代。またその大谷がこの日も第一打席で左足つま先付近に死球を受けるなど、チームはトラブルの連鎖に見舞われている。アベマ、スポーツチャンネル。